ギバニッツァとは、バルカン半島全体で人気があるセルビアの伝統的なペーストリー料理。通常白チーズと鶏卵を用いて作られる。レシピには甘いものから、塩味のしっかりしたものまで幅があり、簡単なものから、ミルフィーユのように層のあるお祝い向けの手の込んだものまで、様々である。セルビア語のギバチという動詞には折りたたむ、傾ける、揺らす、揺り動かすなどの意味があり、 セルビアの語学者、ブーク・カラジッチによる1818 18年の時点では、このペーストリーについて研究されている。また、時点では、伝統的に朝食で、ケフィアやプレーンヨーグルトと共に供されるとされた。バルカン半島以外でも、ギバニッツァは、セルビア料理として、世界中のレストランで見ることができる。ギバニッツァは、バルカン半島発祥の最も有名な、あるいはそう考えられている。 ペーストリー料理の一つであり、お祝いの時や、ゆっくり家族と食べるお菓子として供されている。スラブ語の語源辞書やより、有用なユーゴスラビア学会の語表によれば、ジャイベニカという単語はセルビア語の動詞で折りたたむ、傾ける、揺らす、揺り動かすを意味するギバティからの派生語であり、この単語は同様にセルボクロアチア語のジャイベニッカーにも派生した。 ギバニッツァという言葉がバルカン半島において最初に言及されたのは17世紀のことで、これは詩やあだ名としてであった。セルビア語でのジャイベニカとしては1818 18年にセルビアの文献学者で語学者のブークカラジッチによって書かれたセルビア語辞典に含まれていた。カラジッチはバルカン半島を広く旅し、セルビアの伝承や習慣に関係する興味深い。 事実を記録した。この時点で彼は、ギバニッツァを次のように説明している。は、開幕、牛乳、鶏卵を混ぜた生地に、柔らかなチーズが挟まれたパイ第二次世界大戦の間、ユーゴスラビアの森で、ドイツのナチの軍隊から隠れていた、セルビアのチェトニックたちは、農民からもらった食材で、チェトニックギバニッツァと呼ばれるものを作った。 1941年のユーゴスラビアのパルチザンの司令官ヨシップ・ブロズッチとトチェトニックの指導者ドラジャミハイロビッチの会合ではサチの下のジャガイモとギバニッツァに開幕を添えたものが供された2007年ギバニッツァは公式にセルビアの輸出ブランドとなったベオグラードで開催されたブランド祭りでは食品加工会社のアレクサンドリアが国際市場に向けて 半調リズミの冷凍、ギバニッツァを発表した。ギバニッツァの本来のレシピでは、伝統的に自家製のフィロ生地と牛乳から作られるチーズが含まれる。この自家製のチーズは、フェタチーズあるいはシレネチーズの場合もある。このパイは通常、グスバラとして作られるため、中のフィロ生地はシワを作って詰められる。チーズの他には、鶏卵、牛乳、海膜、ラード、塩と水が含まれる。 また、中の詰め物には、ほうれん草、肉、西洋イラクサ、ジャガイモ、玉ねぎなどが含まれる。商店などのフィロ生地には、注文を受けたら素早く提供できるようラードの代用として、ひまわり油やオリーブ油が用いられる場合がある。ギバニッツァは、カリカリとした、カネ茶色のクラスト生地の丸い形のペーストリーで、中は、シワのある生地で何層にもなっており、 それぞれの層には小さなチーズのかけらが挟まれている。ギバニッツァは熱いまま朝食に供され、よくヨーグルトが一緒に添えられる。様々なギバニッツァに類似した多くの料理をバルカン半島全体で見ることができる。これらのギバニッツァは、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、マケドニア共和国、セルビア、スロベニア、イタリア、ギリシアの郷土料理の一部ともして知られ、 ブルガリアにおいては、バニザと呼ばれる。スロベニア料理のギバニツァの一種基礎となるレシピをもとに、多くの地方でその土地ならではの特色を盛り込まれながら、発展していった。例として、プレクムルスカギバニツァは、スロベニアのプレクムリエ地方発祥のかわいらしい、何層にもなるケーキで、祝い事の時に、デザートとして振る舞われる。クロアチアのメジムリエ軍近号が発祥のメジムルスカ、 ギバニッツァはとても近い関係にあるが、もっとシンプルかつ堅苦しくない料理で、4つの層に、詰め物、消しの種、リンゴ、クルミで調理されたものが挟んである。他にもプルレスカギバニッツァと呼ばれるギバニッツァは、プルエキア地方からムール川より西で知られている。ギバニッツァの基本的な概念は、他の様々な詰め物の層とよく組み合わされた、別の層にあるチーズで構成されたペーストリーとしての、 ケーキやパイであり、通常はバルカン半島、アナトリア半島、地中海東部地方の郷土料理である。例えば、シリア及びレバノンにはギバニッツァとよく似たシャービアットという料理がある。ギバニッツァはチーズシュトゥルーデルの一種であるとも考えられる。これらはほぼ共通の古いペーストリー料理を起源とするもので、その起源はビザンツとオスマン帝国の料理にまで遡る。 もし私がチーズとバターを持っていたら、私の母はギバニッツァの作り方を知っている。古いセルビア人のことわざギバニッツァは、バルカン半島において最も有名なペーストリー料理の一つと考えられており、祝い事の席で振る舞われたり、家族で気軽に食べるお菓子として供される。セルビアでは、この料理はクリスマス、パスハ、ツラワなどといった伝統行事の際によく食べる。 セルビアのメディアによると、2007年に、これまでで最大のギバニッツァがミオニッツァの町で作られた。これは1 0 0 0ラムにもなるもので、ギネス世界記録に申請され、認められた。材料として3 3 0ラムのフィロ生地、3 3 0ラムのチーズ、3300個の鶏卵、30L の油、110L の水、 50kg のラード500パックのベーキングパウダーが使われた。セルビアでは他の近隣国と同じようにパイに捧げる祝祭が催される。そういった祝祭の一つであるギバニッツァフェスティバルまたはバニッツァの日と呼ばれる祝祭は2005年カラベラパランカで毎年行われている。ウィキメディアコモンズにはギバニッツァに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。